皆さんこんにちは、ケヤキョウです。本日は介護業界で高収入を目指す方法5つご紹介していきます。今回の内容はこんな風にするとご自身の収入を増やすことができる、そんな方法のご紹介です。短期的に上げる方法から長期的なお給料を上げるのにも参考になるかと思います。ぜひ最後まで見ていってください。またケヤキョウではキャリアに関するご相談も受け付けておりますので、気になることがある人は個別にケヤキョウの LINE までメッセージいただければと思います。それでは5つの方法ご紹介していきます。まず一つ目の方法は高収入の施設に転職をするです。一番手っ取り早い給料の上げ方としてはこちらの方法になるかと思います。施設のタイプでも給料が異なる傾向にあり、厚生労働省の発表したデータによると次のような結果になっています。一番給料が高いタイプは特養、続いて老健、訪問介護となっています。こちらのデータは手取りではなく総額で、手当やボーナスなども加味した平均月給となっています。実際にもらえる金額とは異なるので注意をしてみてください。また法人によっては特養よりも給料が高い施設さんもあります。実際には求人票を確認したり面接の際に確認すると良いでしょう。実際に求人票を見るときのポイントが大きく3つあります。1つ目は手当の多さや内容です。法人独自の手当がプラスされていることもあります。基本給は低いけれど手当は相当厚いということもありますので、基本給だけで判断しないことが大切です。2つ目はボーナスの前年度支給実績です。年収に大きく関わるボーナスですが、入社前に確認をしましょう。ボーナスの支給は義務ではなく施設の方針によって支給回数金額が異なります。求人票の前年度支給実績を確認し、面接でもどの程度もらえるのか確認すると良いでしょう。また2ヶ月分支給というのは基本給の2ヶ月分の支給のことになりますので注意をしましょう。3つ目の確認事項はしっかり処遇改善加算をもらっているかです。特定処遇改善加算もそうですが、しっかり加算をもらっている施設は従業員を大切に扱う傾向にあります。求人票や面接などで確認をすると良いでしょう。2つ目の収入を増やす方法は資格を取るです。介護の業界にはたくさんの資格があります。その中には給料を増やすことにつながっている資格もあります。代表的なところで言うと介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門医などがあります。介護福祉士は特に現場で働く介護職さんには身近な資格ですが、例えば資格手当や処遇改善手当で優遇されるなどのメリットがあります。平成30年度の介護従事者処遇状況と調査結果によると、介護福祉士の資格を持っているのと持っていないのでは月額5万円分の差が出て、年額では60万円も異なっていることになります。また社会福祉士や介護支援専門医などの資格を取り、介護の現場を離れて給料を上げる方法もあります。先ほどと同じ調査によると、介護職と生活相談員、ケアマネージャーの給料では次のような差分があります。一般的には生活相談員は介護職よりも2万円ほど月給が高く、介護支援専門医は5万円ほど高くなるようです。経験などによって一概に言えない部分もありますが、給料を増やすには一定の効果があると言えます。収入を増やす3つ目の方法は、まずは昇格しリーダー職になる。これもまた時間のかかることです。介護職員は施設の中ではいわゆる平社員です。フロアリーダーや時間帯リーダーなどのリーダーに上がることを目指しましょう。給料が大幅に増えることはありませんが、リーダー手当が出ることが多いかと思います。リーダー職に就くと普通の介護職員と異なり、マネジメントが求められるようにもなります。ここでうまくフロアや時間帯を回すことができるようになると、信頼を獲得でき、さらなる昇格にもつながっていきます。またユニットリーダーなどの経験があると転職でも有利に働きますので、介護業界に長くいるつもりの人なら経験して損はありません。ただマネジメントを行う側になると、その分責任は増してしまいます。気楽に仕事を続けたいという人は辞退をするのも手です。収入を増やす4つ目の方法は施設長や管理職になるです。リーダー職から施設長管理職になると、仕事内容は現場の仕事だけでなく、施設の運営を支えていく裏方の業務も行うようになります。責任が他の職種に比べ一気に増しますが、その分給料は多くなります。平成30年度介護事業者処遇状況と調査結果によると、介護施設の主任、リーダー、サブリーダーまでの給与平均は全体で32万円を超えています。介護老人保健施設に限っては40万円を超えるものになっています。普通に考えれば施設長だけとなれば、さらにこれ以上の給料をもらうことができる
ということになりますので、ここまで来るとなかなか驚きの年収となりそうです。注意点としては、同じ法人の管理者でも施設の規模や営業目標の達成度合いで給料が変わってくること、人手が足りていない場合は運営の仕事だけでなく現場に出る必要があること、こういったことが注意点です。なのでお気楽に稼げるというわけではありません。5つ目、最後の方法は運営法人の参謀として働くです。これは独立した場合と同じような仕事を行うことになります。会社全体の出店方針を決めたり、制度設計を決めたりと、会社の将来を決める仕事になります。給料はその法人の売上などによって大きく左右されますので、一概には言えませんが、施設長以上の責任を持って仕事を行うので、それ以上となるのが普通です。しかし注意点としては、介護職からの叩き上げで可能な会社は限られること、その会社が大きくなろうとしていないとなかなか難しいこと、こういったことが考えられます。目指すんであればしっかりと探して入職することがおすすめです。今回は介護業界で収入を増やす方法5つご紹介しました。今回の方法に共通することは、経営者にとってその人の価値が高くなれば高収入になるということです。ご自身の価値を高めようと動くことが非常に大切で、今回はその方法をご紹介しました。他にもこんな方法でお給料を上げてきたよというようなご意見ございましたら、ぜひコメント欄で聞かせてください。また施設の良し悪しなどの個別のご相談があれば、ケア長の LINE まで概要欄からメッセージいただければと思います。少しでもこの動画が役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。他の動画も見てくれたら嬉しいです。それではまた次の動画で、さようなら。